おはようございます。魔女メゾン今週のラッキーフォーチューン占いをお届けいたします。この番組は占い館魔女メゾン声優紙福岡店の占い師が月替わりでパーソナリティを担当して今週の運勢をお送りいたします。心がウキウキワクワク今週も頑張るぞとなるような明るい占いをお届けいたしますので、ぜひ毎週月曜日の朝7時半からの放送をお楽しみください。出勤途中の電車の中でもレディモならバッチリ楽しめますので、ぜひアプリをダウンロードしてお聞きください。5月のマンスリーパーソナリティを担当いたしますのはボイジャータロットリーディングのレイミーンです。月曜日の朝にぴったりのクレバのハバーナイスデイという曲とともにラッキーフォーチューン占いをお届けいたします。さてさて、今週はボイジャータロットを使って皆様の運勢を出してみました。ボイジャータロットとは、あなたが本当に望んでいること、あなたの心の内側にフォーカスするのが得意なカードです。それではお待たせいたしました。今週の運勢です。1月生まれさん、学ぶ子供、やりたいことは積極的にどんどんやってみて。あなたの知的好奇心の赴くままに行動することで、まるで砂が水をぐいぐいと吸収するかのように知識となって身になっていきます。遊び心で楽しくいきましょう。2月生まれさん、変化、サナギが脱皮して蝶に生まれ変わるかのように、あなた自身が新しく輝いていくとき、ヘアスタイルを変えたり、お洋服のテイストを変えてみたりのイメチェン、部屋の模様替え、どんどんチャレンジしてみてください。3月生まれさん、星、今輝くスターとして周りからは憧れの存在として注目の的です。あなたのようになりたいと思っている人が多く、チヤホヤされて嬉しい場面も、スマートな振る舞いがハートをよりキャッチすることになります。4月生まれさん、選手、さあマウンドに立ちましょう。勝負の時でありゲームを楽しむプレイヤーです。どんな展開が面白いか、どの手で勝つか、観客たちも巻き込んでハラハラドキドキなプレーを見せるのはあなた次第。どんなことも楽しむ気持ちで正々堂々と。5月生まれさん、誠実、真面目さが問われる時、今までやってきた取り組む姿が認められる機会が出てきます。常日頃からの行いですので、平常モードでいるのが良し。周りに合わせず、ひたむきに信念を貫く強い気持ちでいてください。6月生まれさん、無気力、何をしてもやる気が出ない1週間となりそうです。そういう時は無理に奮い立たせてやろうとしても、あまり長続きしませんので、じっとタイミングを待つことがポイント。不調を感じたらすぐ休んだり、こまめに休憩を入れてくださいね。7月生まれさん、時空間、幼なじみに偶然再会したり、昔好きだったものが新たにリニューアルされたりと、懐かしさでいっぱいとなる時間が増えます。思い出の場所を訪ねてみるのもいいですね。久しぶりに同級生に連絡をしてみてはいかがでしょうか。8月生まれさん、俯瞰、身の回りがバタバタしても慌てずに全体を見回すことでより良い方向に進みます。気持ちが落ち着かない時は、デパートの屋上や高いところから景色を眺めたり、公園の広い芝生の上でゴロンとするとすっきりしますよ。9月生まれさん、博識、興味のあるもの、取り組んでいることに対してさらに知識を深めたくなります。情報収集や専門書を読んでみたり、資格にチャレンジしてみるのもさらに良し。わからない問題は専門分野の方にご相談を。10月生まれさん、慈愛、ほっとする触れ合いや、お隣同士やご近所さんの親切な思いに胸がジーンと温かくなります。受け取ったバトンは次の人へ渡すように、お裾分けの輪を広げていくことで心が満たされて豊かな気持ちに。11月生まれさん、報酬、今までやってきたことが認められたり、ギフトという嬉しい形になって現れます。頑張ってきた自分を褒めて、お疲れ様といたわることが大切。さらなるステップアップとなるので、このまま進んでくださいね。12月生まれさん、論理的、
順序立てて考えていくことで、周りにも理解しやすく共感が得られます。よく考えることでクリアになり、動きやすくもなって、自分のためだけでなく相手にとっても分かりやすいので、スムーズにことが運ぶでしょう。はい、いかがでしたでしょうか。占いは運気の水先案内人。運勢が良かった人もそうでなかった人も、ぜひ参考にしてくださると嬉しいです。それではレイミーンから皆様に一曲お送りいたします。山下達郎の高気圧ガールです。どうぞお楽しみください。はい、皆様いかがでしたでしょうか。一足お先に夏を感じて気分がドキドキ高まってくる曲です。さて、この番組でお届けするメッセージは、あなたが生き生きと幸せに過ごすためのもの。6月のパーソナリティは大畑寛の先生に交代となります。ぜひ来週もお楽しみに。それではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。今週のラッキーフォーチュン占いをお届けいたしましたのは、マンスリーパーソナリティのレイミーンでした。5月の担当は今週で最後となります。皆様ありがとうございました。レイミーンは占い館魔女メゾン上福岡店で対面鑑定をしています。場所は東武東上線の上福岡駅から徒歩1分、声優上福岡店の2階に占い館があります。出演日は月曜日から水曜日に変わりました。詳しくはホームページをチェックしてみてくださいね。水曜日がご都合つかない方は、毎週月曜日、西武池袋線ひばりが丘店にも出演しています。得意とするのはボイジャータロットです。チャネリングであなたを守るご存在とつながりながらリーディングしていきます。あなたは本当はどうしたい？なぜうまくいかないの？どうしたらいいのかわからない。そんな時はボイジャータロットとの対話を通じて、あなたの道しるべとなるお手伝いをいたします。そしてこの番組のツイッターアカウントがあります。魔女メゾン今週のラッキーフォーチュン占い、アカウントは@川越メゾン FM @kawagoemaisonfm、 ぜひフォローをよろしくお願いいたします。それでは皆さん、来週のこのお時間をお楽しみに。素敵な1週間をお過ごしください。今日もお気をつけていってらっしゃい。